31日出かけよう。今日は待ちに待ったデートの日だ。駅前に11時の待ち合わせだったよな。あ、後藤さんの私服が見れるのかな。ジャージできたりしてね。後藤さんはドキ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 。あ、後藤さん、ここだよ。後藤さんの制服じゃない私服が見れましたね。はい、茶感がすごいけどね。はい、バーバリー感がすごいけど、ね、ちょうど今来たとこだよ。でもいいんじゃないですか。やったー、来たー。遊園地ってなんかワクワクするね。遊園地はいいね。カマちゃんも好きですよ。どれに乗りたい。そうだな、まずはジェットコースター。そうだね、まずはね。よし行こう。おー、すごい。こんな CG が見れるとは。これカマちゃんですか。これ青いシャツ着てこのジジイみたいなジャケット着てるの。まあ、インターネット老人会のものですから。すごかったね、もう最高。なんで私服を知ってるのかなと今びっくりしたぐらいですけど、逆に。すごかったね。次はあれ、あれに乗ろうよ。早く。こういう遊園地で乗りがいい彼女っていうのはとてもいいですね。こうして後藤さんと遊園地を楽しんだ。いいな、青春してるな。楽しかった。これからどうする。これから、この後もあるんですか。どこかで休もうか。どこかで休もうか。いいね。さあ、どこに誘うかな。どうしようかな。後藤さんが好きな、後藤さんは多分ファーストフードとか好きなんだろうけど、どうしようかな。ケーキ屋さん、ケーキ屋さん、喫茶店、喫茶店のがいいかな。カマちゃんはね、まあカマちゃんで選んじゃおうかな。喫茶店がいいな。あ、あれ、なんかあんま楽しそうじゃないんだけど。チョコパフェにしようかな。すごいね、遊園地だけじゃないんだ、この後もあるんだね。ちゃんとデートしてるじゃん。遊園地よく行くの。そうだね。今日の遊園地はどうだった。もっと過激な乗り物があればよかったな。やっぱり僕さ、もっとすごいのがある遊園地知ってるんだ。また今度行こうよ。楽しそうだね。今度多分行けないな。なぜならカマちゃんは次の日も引っ越してしまうから。せっかく仲良くなったの。どうしたの後藤さん。ねえ、僕と一緒に遊んでて楽しい。ひどいよね、誘ったのはちょっと後悔してるよ。誰がこれ選ぶんだよ。楽しいよ。本当に？よかった。なんでそんなこと聞くの。だってこれってデートだよね。僕そんなのしたことないから、なんかよくわかんなくて。お父さん可愛いとこあるじゃないですか。こうして向き合って座ってるだけで恥ずかしくて笑ってごまかしちゃうし、女の子ってすごいよね。ういういしいね。お父さんも女の子だよ。そうなんだよね、もっと女の子らしくした方がいいかな。いや、どっちでもいいですよ、お父さんは。そうだよね、急に女の子らしくなんてできこないもんね。こうして楽しい二人の時を過ごした。いやー、なんかいいものを見せてもらいましたね。
もう帰る？よかったらちょっとあれ。何デートイベント楽しいじゃんね。なんか事務的に消化して終わりじゃないね。いいね。どこへ行こうか。河原の方へ行こうよ。なんか満喫してるね。後藤さんってさ、よくここにいるね。うん、僕にとってとても大事な場所なんだ。そうなんだ。スランプで落ち込んだ時にここに来ると不思議とリラックスできるんだよね。今日は楽しかったな。なんだか帰るのがもったいないくらい。後藤さん、そろそろ行こうか。そうだね。じゃあまた。今日はありがとね。いやー、いい一日を過ごしましたね。悔いない。悔いはなし。悔いはなしってかさ。この後引っ越すんじゃもう、悔いしか残らない気もするけど。さあ、もう最後の一日になっちゃったよ。どうすんの？うん。青空高校へ通う最後の日。もう音楽が寂しい。もうオルゴールだしね。この並木通りを青空高校へ通うのもこれが最後か。あっという間の1ヶ月だったな。おう、そう、出来すぎは知ってるんですよ、かまちゃんが引っ越すことをね。柳沢、そうだな。つまらなくなっちゃうなと。そんなもんかね。まあ、ドライな関係ですよ、ここは。聞いたぞ、お前転校するんだってな。ああ。こいつには一切知らせてませんけど。一応、なんとなく親友ポジションみたいなところに収まってる、この変な髪型の脱世アルミみたいなやつですけど、一言も知らせてませんから。悪いな。そしてヒロインをやたら狙ってるんですよね、こいつの。こいつの癖して。まだ諦めてなかったのか？じゃあな。噂で聞いたんだけど、君が転校するって話本当？言ってないんだもんな。言えよそれぐらい。そうか、知られちゃったか。本当なの？ああ。いつ？明日。え？そんな急なの？急すぎるよね。前から分かってたの？ごめん。なんで教えてくれなかったの？悲しいね。でも僕には教えてほしかったの。そりゃそうだよ、言うべきだよ。後藤さん、追いかけないと。逃げちゃったの？でも足早いから、後藤さん、陰キャの足じゃ追いつけないよ。美咲ちゃんから聞きました。引っ越しちゃうんですってね。そうか、美咲から。せっかく先輩と親しくなれたのに、お別れだなんて寂しいです。そうだね、美咲ちゃんも弥生ちゃんと会えなくなる。あ、美咲も弥生ちゃんと会えなくなるって寂しがってたよ。私もずっと一緒だと思ってたから、すごくショックで。元気出して、もう会えなくなるわけじゃないから。そうですよね。先輩も元気でいてください。ありがとう。それじゃあね。もうレイヤーは髪の毛の上に乗っけちゃダメだよ。変な噂が流れてるわよ。変な噂？あんたが引っ越すんだって。どこからそんなデマが流れたのかしら。まさか本当なの？ああ。そうなんだ。美咲ちゃんも一緒に？そっか、寂しくなるね。
そうだな。クサレもここまでか。クサレ。とりあえず行くね。ああ、まあそんなもんかこいつは。とにかく探さなきゃ。そうだよ、後藤さんだよ後藤。ああちょっと待って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 。いや違う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 。選ばして探さなきゃ。あっぶねえ、あっぶねえ、河原だよ後藤さん。ほら河原って言ってたじゃん。スランプになったら河原に来ると元気が出るって。あっぶねえ。いや、いくつか選ばせてくれてよかったわ。児童公園なんかいるわけないじゃん。河原だよ。ほら、いた。後藤さんならきっとここにいるはずだ。ああ、いた。泣いてるよ。やっぱりここにいると思ったよ。天候のこと黙っててごめん。何謝ってんだよ。君は悪くないよ。君の方が辛いんだって。ちょっと後藤さんいい子だね。分かってる。あ、いた。好きだ。え？後藤さん、君が好きだ誰よりも。この気持ちを伝えるかどうかずっと迷ってた。これから転校していく僕に言われても困ると思うけど。ううん、ありがとう。嬉しい。遠距離的なあれで繋がるんですか？僕も好き。何この青春。本当？うん。こんな青春かまちゃんなかったけど。こんな気持ちになるなんて。恋愛とかって僕には関係ないと思ってた。でも一緒にいると他のことが見えなくなって、記録も落ちてきて、これじゃいけないって思うんだけど、気がつくと君を目で追ってた。記録を追う目がいつの間にかカマちゃんになってたんですね。自分でもどうしようもなかった。うん、この気持ちは抑えちゃいけなかったんだ。君のことが好きって言えただけでこんなに楽になるなんて。なんて回り道したんだろう。青春だね。やっとでもね、お別れって告ってお別れってどういうこと。離れちゃうんだね僕たち。どうなんの。帰ってくるよ。え？卒業したらここへ。本当だね。それまで待っててほしい。そっか、卒業したら戻ってくるのか。うん。待ってる。泉の刈り上げ散々バカにしてたけど、主人公も同じような髪型してんな。あの角度がねって同じ角度してたわ。いや、トゥルーラブだった。トゥルーラブ。もう完全なトゥルーラブですね、これは。いや、おめでとう、おめでとう、おめでとう。あ、後藤さんご飯食べてる。こんな可愛い一面もあったんですね。この CG は見てないけど。めちゃくちゃご飯食べてんじゃん。でもこうしてさ、後藤さんとの楽しい記憶を今振り返ってるけど。ここでね、離れ離れになっちゃうって寂しいもんだよね。いやー、なんかとてもとても純粋な恋愛ゲーでしたね。なんかこれといった花があるわけでもなく、もう見た目からしてすごい地味な感じのビジュアルですから、花っていうものはないんだけど、その分なんかしんみりするところが多いゲームでしたね。あ、なんかこんな後藤さんもいるんだ。いや、絵柄があんまり古臭くて、ちょっと、出てくるキャラクターで好きになれそうなのいるかなと思ったんですけど、奇遇でしたね。いましたね。後藤さんというとてもいい子が、
とてもいい子でしたね、本当に。まっすぐ、まっすぐな、なんかスポーツ少女っていう感じで、とても良かったですね。なんか、汚れ切った自分の心がちょっと綺麗になった気がしますよ、後藤さんのおかげで。とてもとても、かまちゃんの青春時代から、もうかけ離れた対極のストーリーでしたけど。はい。まあ、そんなかまちゃんが、まあ、遅れなかった、トゥルーな、ラブなストーリーを、ゲームで味わうことができて、よかったなと思いますよ。思いましたけど。結局、犯人は誰だったの？犯人はいないから、うん。犯人はいないよ。そしてまた、今回終わったのでね、このトゥルーラブストーリーの積みゲーは、消化完了、ということですよ。さすがに全季節やろうかなと思ったんですが、やっぱりね、後藤さんと一回遊んじゃうと、もう他興味なくなるよね。季節ごとにいるキャラクターとかいるみたいですけど、悲しいかな。でも一つのシーズンしか見れないというね。まあその分この短時間でプレイできるんで繰り返し、遊んでくださいってな感じなんだろうけど、でもまあ一回遊んだら、これで終わりかな。そしてまあかまちゃんぐらい心がね、もう一途まっすぐ芯の通った人間としては、もう一回後藤さんで遊んじゃったら、もう他の子はとても遊べないで、心がね固まってしまうから、はい、なのでかまちゃんの場合は遊びきりになりますね。じゃあ、今日はこんな感じで終わらせていただきたいなと思いますよ。トゥルーラブストーリーとても面白かったです。それではこの放送は GRJ チャンネルと便利なツール OBA スタジオとサイコ先生役のビッグボス井上きっこさんの提供でお送りしました。かまちゃんでした。また今度聞いてくださいね。バイバイ。すでに半年が経ち、青空高校での日々はいい思い出になってしまった。みんな元気だろうか。大須賀も柳沢も今思えばとてもいい友人だった。もちろん後藤さんとは今も連絡し合っている。今日も手紙が届いた。別れの時お互いの気持ちを確認したけれど、正直言って別れてしまえば終わりと感じることがある。彼女はどう思ってるんだろうか。いや、後藤さんはちゃんと思ってるよ。元気してる？僕はもちろん元気だよ。大会も無事終わってほっとしちゃった。電話でも話した通り、100メートルで高校新出しちゃってみんな大騒ぎ。扱いは小さかったけど新聞にも出たし、地元のテレビ局も取材に来たんだよ。おかげで卒業しても陸上を続けられそう。今度そっちのことも教えてね。それじゃまたね。イクミより。